食政策センタービジョン21を主催されております安田節子さんのトークから始めさせていただきます。安田さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。来たる参議院選挙の争点は何だと思いますか？アベノミクスの推進でしょうか？とんでもない。アベノミクスは失敗に終わりました。争点は安倍政治を許すか許さないかです。安倍政権与党が過半数の議席を獲得すれば何が起きるでしょうか？安倍政治を推進し、憲法を変え、アメリカの戦争に付き従う戦争をする国に変わります。そして秋の国会では TPP 協定を批准するでしょう。日本は破滅に向かいます。そもそも私たちは TPP 協定が何たるものかをほとんど知らされていません。皆様方もどんな内容かほとんど分かりませんよね。それは政権が TPP の内実を国民に知らせないようにしてきたからです。先の国会においては TPP 交渉担当の甘利大臣が斡旋収賄の事実が明るみに出て病院に雲隠れし、国会審議をとんずらしました。そして甘利フロマン交渉の記録は真っ黒黒塗りしか出さなかった。もしも TPP が国民にとって利益であるならば、胸を張って堂々と国民に説明するはずです。それをひたすら隠し通しているのは、もしこの中身が国民に知られたら、国民の怒りが爆発して政権がぶっ飛ぶ、そのような国民にとって大変不利益な内容を約束しているからです。 TPP は実はアメリカの新しい経済植民地策だということを気づいている人たちはどれくらいいらっしゃるでしょうか。日本が敗戦し、アメリカが日本を占領し、アメリカは米ソ冷戦の時に自分の陣営に日本を留め置くために日本の経済成長を容認しましたが、冷戦が終わった後、アメリカはアメリカの国益にかなうように日本の経済を取り込む政策を実施してきました。それが日米構造協議、構造改革、年次改革要望書、日米経済調和対話という要求でした。そしてこれらのアメリカの要求を強制力を持って日本に実現させるのが TPP です。 TPP はアメリカの日本の経済植民地策の総仕上げなんですね。 TPP はこれまでの自由貿易協定は協定とは異なる内容です。異質のものです。なぜならアメリカに本拠を置くグローバル大企業、金融、アグリビジネス、保険、製薬、薬ですね、そして軍産複合体など、彼らグローバル大企業がアメリカ政府と一体となってこの TPP の条文を書き上げたのです。2012年、アメリカの議会報告書に TPP で日本の規制の自由化を成し遂げる、そのように書いてあります。TPP が恐ろしいのは、あらゆる産業分野を外国資本の前に規制を撤廃して差し出すものだからです。日本のこれまで守られてきた医療や食の安全、あるいは中小企業や地場産業、労働者を保護する、そういう規制、そういうものが全部撤廃されて丸裸のまま差し出すということになるのです。だから政府は一
ひた隠しにこれを隠しているのです。関税もどんどんと撤廃されていきます。米を守ったなんて真っ赤な嘘。7年後にはまた再協議してひたすらゼロに向かって協議をすると決まっているんです。最後にゼロになるんです。こうやって日本の自給率を高める施策は全てできなくなり、日本の食料安全保障が失われてしまいます。そうなれば日本はいよいよアメリカに隷属する国になってしまうわけです。アメリカの狙った通り、軍事のみならず経済でも日本を搾取し、そして日本を植民地化する、それが TPP で完成するわけです。まさに日本の危機です。亡国に至るを知らざれば、これすなわち亡国。田中正造の言葉です。まさに日本はそのような状況にあるのではないでしょうか。安倍政権与党を今の政治から引きずり下ろすために、今度の選挙ではどうか TPP に反対する候補者に投票をしましょう。そして皆さん必ず投票に行きましょう。ありがとうございました。